曹操殿、今から軍を抜けてもよろしいでしょうか。何をバカなことを言っている。いいえ、私は常々関羽さんに主になってもらいたいと思っているのです。それは何度もお伝えしているはずですが。ふざけたことを言うな。見てみろ、さすがの曹操様もお前の言葉に傷つき下を向いてしまったではないか。ですが嘘は言っていません。余計悪いだろ。私が無理強いをしていたというのか。稀に見かけるあの顔は困っていたということか。あ、曹操様、お気を確かに。長領が言うほど関羽も困ってはないはずです。そうでしょうか。うるさい。まあよい、どこの誰が何を言おうと私の考えは変わらぬ。あの娘は私のものとなるのが運命、すでに決まっていることなのだ。曹操様、元気になられたのか。私を惑わすのは関羽の睦事だけで十分。あいつと結ばれるまで私は進み続けよう。そういうところがいけないのだと思いますが。もういい、長領。早く不満のあるものを言って終わらせるぞ。わかりました。ですが、私には不満に思う相手がいません。ふん？全くいないのか？はい。関羽さん以外に興味を持てませんので。何？曹操様！まずは話を進めましょう。まあよい。では書こうと。お前の話を再開しよう。え？ああ、俺の話は済んだはずでは。まだはっきりしていないことがあるだろう。ああ、カコートン殿がカウンさんをどう思っているかですね。余計なこと。うん？いえ、そうですね。あいつへの不満は、特に。鍛錬の相手としては、毎回学ぶところがあります。ほう。あとは、料理の味を見てほしいと頼まれれば付き合うこともできるのではと。ほう。では関羽には不満を持っていないのだな。はい。あいつが転びそうになった時は、しっかりと抱き止め、助けました。ほうほう。曹操殿の顔が少し険しくなりましたね。あの時は足元の悪い場所で訓練をしていたもので、ですから、体は全くありません。本当です。そこまで必死に弁解されると疑いたくもなるが。そうですね。とにかく、飼うには不満など一切ありません。まあいいだろう。だからといって関羽は渡さぬがな。めっそうもないです。それでは最後に曹操殿ですね。不満に思う相手はいらっしゃいますか？私が不満に思う相手などとうに決まっている。カコートン、お前も先ほど言っていたことだ。ということは、私にひれ伏さない全てのものだ。なるほど。ただし関羽は別だがな。では関羽さん以外の魔王族の皆さんは不満の対象に含まれてしまうのですね。ああ、そうなるな。特に劉備だ。奴はあの娘に依存しすぎている傾向がある。それは曹操殿も。ああ、趙雲も危険だ。あれは自然を装ってその実計画的にことを進めているに違いない。あの爽やかそうな笑顔も気に入らんな。ねえ、全くその通りだと思います。そして諸葛亮か。奴には何度も痛い目を見せられたな。策を立てることを条件に関羽をいいように扱っているのではないか。確かに、あいつならどんな話でも簡単に信じそう。うわあ！長領、武器を振り回すな！
ああ、カコートン殿が私の口を塞ぐからです。あ、それはお前が余計なことを言うからだろう。銃座、恐ろしい者たちが揃ったものだな。そうそう殿、張飛さんをお忘れですよ。ふん、あれはただうるさいだけだ。私の害にはならぬ。言い切りましたね。張飛さんがかわいそうです。しかし、奴らの悪行を考えると関羽の身が心配だな。悪行はないと思いますが、しばらくお会いしていないので病気などされていないか心配です。ああ、あの娘を今すぐにでもこの腕に抱きたい。よし、カコートン、出立の準備を。お、お待ちください。これから行かれるのですか？そうだ、こうしている間にも関羽に魔の手が迫っているかもしれぬ。私が行かずして誰が行くのだ。どちらかというと曹操殿の方が魔の手に見えますが。のんきに言ってないで止めろ、長領。長領、お前も会いたいのだろう。ならば友を知ろ。わかりました。関羽さんに会えるのでしたら喜んで。は？あ、いや、二人とも。学校と気が進まぬなら来なくてもよいぞ。え、ご安心ください。道中は私がついておりますので。え、あ、いえ、俺も行きます。ああ、カコートン殿もカウンさんにお会いしたいのですね。ほう、違う、違います、曹操様。まあよい、カウンと共に過ごすのはこの私だ。曹操殿、できれば私もカウンさんのおそばにいたいのですが。私よりも近づかないのであれば許可しよう。はい、それでも構いません。ああ、早くお会いしたいですね。おい、ちょっと。俺は、巡査の女など嫌いだ！そうそう、鳥海康介。カコートン、鈴木達久。長領、遊佐浩二。